ニュースです。シーインで著作権侵害、イラストレーター被害訴え。中国発ファッションブランドシーインに対し、イラストレーターが権利侵害の被害を訴えている。格安を武器に利用者を急拡大する一方で、過去3年間で米国では著作権侵害で50件もの訴訟があった。日本の PR 担当者は取材に現在調査を進めていると回答している。シーインは自社の方針について他社の知的財産を尊重するとウェブサイトで伝えており、被害者には連絡するように求めている。